皆さん、こんばんは。そう、こんばんは。暑い。そうね、さっき帰ってきたばっかで、暑いです。あ、ばこれ。下がさ、下パジャマなのバレる。ちょっと。こんばんは。どうしたいかな。こんばんは。ね、メールとチャットがなかなか遅れてなくて申し訳ないんですけど、そう、そう、あ、なんかさっき遅れなくて申し訳ないんですけども、ね、今さっきご報告がありました通り、明日の公演は大事を取って気分上っていう形になりまして、なので皆さんも気をつけてお過ごしください。なのでちょっとでも配信をしたかったからね。皆さん気をつけて過ごしてください。そうで、今さっきレアちゃんが配信、今さっきっていうか今か、鼻がテカテカ、リアちゃんが配信してたじゃないですか。それ見てなんか結構そういう話をしてて、対策みたいな、そう、こういう自然災害があった時の対策みたいな感じで話してて、あ、カップラーメンの話をしててとか、その食料系の話してて、あ、私これ買って帰り、なんか普通に食べたいし買って帰りたいなと思いながら、ちょっとめんどくさくて、そうめんどくさくて、あの、何もせずに言うんですけど、そう、非常食的なのね、明日木曜か、そう、皆さんも本当に気をつけて、あの、明日はね、お外にあんま出ないように。ね、今日もさ、風がすっごくて、私風が本当にやばくて、今日なんか、しかも場所が場所だとか、めっちゃ風がすごい場所で、もう髪の毛がね、ふわーってなりながらね、そう、私は歩いてました、こうやってやばい、やばいやばいって言いながら、九州はまあ明日、今日、明日で、多分関東、関西の方たちでももう少ししたら多分来ると思うのでね、風がすごいかも、マジでやばい、マジね、必要以外の外出は避けてね、明日はね、一日ぶちゆっくりしていてください。こんばんは。
そういえば握手会の受付が始まあるんですけど、なんと残りわずかが2個出てるみたいで嬉しい。そう、福岡会場の土曜の3部かなと日曜の7部かな、確か残りわずか出てるみたいなのでね、皆さんたくさん来てくれると嬉しいです。そう、どこかな、どこだったかちょっと、あの土曜の3と日曜の7か、まあ、その逆かも。そう、そこだからさ、来れる方はそこの部を買ってというか申し込みしてくれると完売できるかもなって思うので。残りわずかってどのくらいで出るの？そう、福岡たくさんの方とねお話ししたいと思ってますので、そう、どれ何がどのくらいか分かんないんだけどね、あってお友達とかも誘ってね、せっかく残りわずか出たような販売できたらいいなって思うので、来れる方は。あとね、オンラインもね11月かなにあるので、その日ぜひ来てくれたらなって思います。ね、ちょっとね先なんだよね。でも結構まだ今8月でもう少しで9月、あと2ヶ月後だねお話しするのは。なのでお待ちしておりますので、握手会ハイタッチ会お待ちしております。こう年末年明けが多いけど、ぜひ可愛いお洋服を着てお待ちしております。ね、それぞれの用事とかもあると思うので、来れるときに、そう、オンラインもね、どこでも行けれるし、多分ね、ね、お待ちしております。気になってる方も
いつも来てくださる方もお待ちしております。眠たい。前回が7月だったかな、7月28日だったかな、11月、ちょうど4ヶ月ぐらいですかね。でもなんかまあ意外とさ、もうずっとは全くずっと話してないとかはまあないじゃん、まあ話しててないけど、まあ、公演とかもあるし、まあ、会えてはいるからね。そう、最近でも洋服買いたい欲がすごくて、お洋服をたくさん買ったらお母さんにね、そうお母さんに買いすぎって言われるんですけど、買いすぎって言われるんですけども、なんかあのやっぱオンラインとかさ、そのためにはさ買わないきゃいけないじゃん。全部新しい服を着ようと思ってるからさ、そうからたくさんお洋服買って待ってます。なんかやっぱ私通販とかで結構買うんだけど、通販で買うのもいいんだけど、なんかね実際ね見に行ったら可愛い洋服たくさんあるのよね。こんばんは。そう最近さインスタがさマジ下書きがどん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 溜まってってさ、全く載せれてないからちょっと近々あげますね。元気を準備中。そうめっちゃ溜まってるの。しかもちょっとさこれ載せ終わったらちょっともう時期外れかもって なるさ投稿がたくさんあるからさ、そうちょっと早めにあげなきゃねっていう投稿がたくさんなんです。でもこれからも多分たくさん撮るはずだから、やっぱり、ね、私はさなんか写真を撮ることが楽しいと思ってるから、眠たい。そう写真をね撮ることになんか生きがい感じてるのでどん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 溜まっていく一方です。もったいないじゃん、せっかくさ今そう上げツイッターインスタに上げるたものをさなんかね載せれないって悲しいので、アサイーボールの写真とかもあるんだよね。あ、15分になった、ちょっと終わりますね。終わります。今日はちょっと早いけど。13位カズッピさん、ありがとうございます。12位ルルルンさん、ありがとうございます。
11位ペシさんありがとうございます。10位キャノシーさんありがとうございます。9位ゲントルさんありがとうございます。8位ウッチーさんありがとうございます。7位赤いグリフォンさんありがとうございます。6位サヨニャンさんありがとうございます。5位ただの魚さんありがとうございます。4位リオードさんありがとうございます。3位ミロンクラゲさんありがとうございます。2位シミシミさんありがとうございます。1位ちゃんとくさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、まあ、今日は明日とお気をつけてお過ごしください。おやすみ。じゃあね、眠たい。おやすみ。